今日の県内も季節先取りの厳しい暑さとなりました。県内では河北を除くすべての観測地点で気温が30度以上の真夏日となりました。今日の県内は高気圧に広く覆われ日差しが強く真夏のような暑さとなりました。午前9時前には30度を超えた金沢市。東茶屋街では観光客が日傘を差したり首にタオルを巻くなど暑さをしのぎながら散策を楽しんでいました。暑いです。今かき氷かアイスを探してます。そう、なんか探してます。なんか美味しい。なんか冷たいもん。各地の最高気温は七尾の 32.6 度を最高に、羽咋 31.4 度、加賀中津原と輪島で 31.2 度など、11の観測地点のうち、河北を除く10の地点で真夏日となりました。この暑さの中、県内では、金沢市の50代女性と小松市の80代女性、野々市市の90代男性の3人が熱中症の疑いで病院に運ばれました。いずれも軽症とみられています。明日も厳しい暑さは続き、最高気温は金沢で30度、輪島で29度の予想です。厳しい暑さが続いている県内、今日もとにかく暑いです。暑さ対策グッズ探してきます。この暑さ、なんとかしたい。対策グッズを求めて訪れたのはハンズ金沢店。ネッククーラーやハンディ扇風機などはもはや定番商品です。では店長、人気商品教えてください。はい、今年の人気はですね、こちらのイーザという日傘になりますね。日傘、そうなんですね。軽量が売りの商品になるんですけれども、特に今年この61センチっていうのが新しい商品でだいぶ大きいんですね。この61センチっていう大きさになるんで、折りたたみ傘の中ではだいぶ大きくてですね、しっかり光をですね、遮っていただくので暑さを軽減できます。人気商品はシンプルなデザインの日傘。ハンズオリジナルの大きさで日差しをしっかりガードしてくれます。最近は男性の方でも日差しを遮るっていうところを意識されている方が多く、そういった方にも受けるデザインも増えてきているというところが要因じゃないでしょうか。ボディーシートや首に巻ける氷のうなど数多くの商品が並ぶ中、店長におすすめを聞きました。私のおすすめはこちらにあります日傘に取り付けられるモバイルファンがおすすめになります。日傘に取り付けるんですね。どうやって取り付けるんですか。こんな感じで取り付けていただいて差しながらお使いいただけます。すごい。店長おすすめ、日傘に取り付けられるクリップ付きのファン。日差し対策も暑さ対策もこれでバッチリ。両手が塞がることもありません。今年のトレンドとしましては、何か一つで暑対策をするというよりは、いくつかのアイテムを複数使ってですね、より暑い気温に対抗していくというか対策を取っていくというのがトレンドになりますかね。今年のトレンドは暑さ対策のグッズを複数使いすること。6月半ばにして厳しい暑さが続く中、気温も日差しも何とかしたいという人が多いということです。複数の商品をうまく使う、あとは状況によってですね、使い分けていただく、そういったことによって厳しい暑さをですね、乗り越えていっていただきたいなと思っております。これからやってくるムシムシとした梅雨に、それが明けるといよいよ夏本番。早め早めの対策で快適な夏を過ごしましょう。いや、本当に厳しい暑さが続いてますけれども、はい、対策グッズあんなにラインナップあるんですね。いろいろあるんですよ。本当に豊富に揃ってましたね。はい、日傘紹介されてましたけれども、私の周りでも最近男性でも日傘差している方多くいて、はい、結構気になってたんですけれども、このファンをつけての日傘いいですね。そうなんですよ、画期的ですよね。うん、ちなみに小型扇風機はさまざまな種類があって、ベビーカーに取り付けて赤ちゃんの熱中症を防ぐものや T シャツに取り付けられるものもあって、屋外での作業の際も便利だなと感じました。はい、
さてでは週間予報を見てみますと、あさって土曜日以降は曇りや雨のすっきりしない空模様が続き、そろそろ梅雨入りとなりそうです、うん、気温も連日真夏日近くまで上がり、ムシムシとした過ごしにくいシーズンがやってきます。便利なグッズを使って快適に暑い夏を乗り切りましょう。昨日夕方、珠洲市内の県道で乗用車同士が正面衝突する事故があり、助手席に乗っていた高齢の女性が死亡しました。事故があったのは珠洲市宝龍町柏原の片側一車線の県道で、昨日午後6時ごろ、乗用車同士が正面衝突しました。この事故で助手席に乗っていた珠洲市宝龍町草原の無職、庄司典子さん71歳が腹などを圧迫され死亡しました。また運転していた夫の庄司康平さん73歳も肋骨を折る大けがをしたほか、もう1台の車を運転していた大阪府岸和田市の44歳の女性も左足首の骨を折る大けがをしました。警察によりますと、女性は大阪市内のボランティア団体に所属していて、能登半島地震の災害支援に訪れていたということです。現場は緩くカーブした道路で、警察は庄司さんが運転する車がセンターラインを越えた可能性もあるとみて、事故の詳しい原因を調べています。昨日夕方、志賀町で住宅一棟を全焼する火事があり、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。昨日午後6時半ごろ、志賀町高浜町で畑田美恵さん54歳の木造2階建ての住宅一棟が全焼し、周囲の建物6棟にも延焼する火事がありました。この火事で火元の住宅からは一人の遺体が見つかり、警察によりますと、この家に住む畑田さんの77歳の母親と連絡が取れなくなっています。また実況見分の結果、1階和室の燃え方が激しかったことが分かりましたが、出火原因の特定には至らず、警察は遺体の身元確認とともに調べを進めています。北陸新幹線の敦賀伊勢の整備ルートをめぐる問題、今日開かれた県議会定例会で米原ルートへの再考を国に求める決議案が賛成多数で可決されました。工期や工期を明示しないままに着工するような小手先の手段には断じて同意できません。米原ルートへの再考を強く求めるものであります。6月定例会最終日の今日、最大会派自民などが提出したのは、現行のオバマ京都ルートから米原ルートへの再考を国に求める決議案です。決議案ではオバマルートについて、資材価格や人件費の高騰に加え、地下水などへの影響から京都府民の理解を得られないとして、米原ルートの再検討を求めています。これに対し高い派からは、不確かな根拠をもとに米原ルートを強く要求することは、地域エゴというそしりを免れないのではないでしょうか。滋賀県の状況を踏まえず石川県議会として再考をとするのは、いささか無理があるのではないでしょうか。賛成の諸君の起立を求めます。決議案は自民公明などの賛成多数で可決されました。京都の説得もできないのに調査費だけつける、そんな無責任なことを今やらしちゃいかんというのが我々です。だから8月から概算要求が始まる前に声を上げなきゃいかん。長谷知事は議会の意思表示には敬意を表するとしながらも、県としてはこれまで同様、オバマ京都ルートでの早期整備を求めていくことに変わりはありません。おととい開かれた与党の整備委員会では、現行のオバマルートでの早期着工で一致しています。長谷知事が知事選の公約の一つとして掲げた女性副知事、西垣敦子副知事が今月末任期途中で退任する人事案が今日県議会で可決されました。東京に戻り、また
政府側の一員となっても能登の復興をしっかり支えていく、皆さんがしっかり復興していく姿を今後もずっと支援していきたいと思っております。西垣副知事は2022年7月、女性副知事を掲げた長谷知事の肝煎りで経済産業省から出向する形で着任。県の最高デジタル責任者として被災者データベースの構築などを主導しました。任期は2026年までの4年間でしたが、任期途中での退任となります。後任には同じ経産省の浅野大輔氏が決まっています。能登半島地震で墓地の一部が崩落した奥宇達山墓地公園について、金沢市の村山隆市長は来年度合同で遺骨を納めるための慰霊碑を建立する方針を明らかにしました。金沢市の奥宇達山墓地公園は能登半島地震で4077基の墓のうち71基が崩落する被害を受けました。今日の金沢市議会で未来金沢の坂本淳子議員の質問に対し、金沢市の村山隆市長は遺骨の回収を進めているとともに、身元がわからない遺骨については合同で遺骨を納める慰霊碑を建立する方針を明らかにしました。市営墓地が崩落したということ、大変申し訳ないなと思っております。この市営墓地を使用されていた方々に対しては丁寧にこれから説明をさせていただいて、合葬の慰霊碑という形で建立させていただくということでご理解をいただければという。金沢市によりますと、71基の墓の大半の遺骨が身元不明となる見通しで、今月23日に利用者に対して説明会を開き、今後の対応について理解を求める方針です。夏の行楽シーズンを前に、県内の河川や海岸などを安全に利用してもらおうと、周辺設備の事前点検が今日から始まりました。金沢河川国道事務所による安全点検は、海や川などを安全に利用してもらうため、ゴールデンウィーク前と夏休みシーズン前の年に2回行われています。初日の今日、小松市の架橋川では職員らが転落防止用の柵や、万が一転落した場合に川から上がってこられるように整備されたはしごなどに異常がないか確認しました。架橋川の点検では、危険を呼びかける看板が日焼けして読みづらくなっていることや、河川敷の水際で土が陥没しているのを確認したということです。これからですね、特に大雨によって、水かさが急に増して危険な状況になるということもありますので、利用者の皆さん自身が安全な利用というところを心がけていただいた上で、楽しく水辺を利用していただければと思っております。金沢河川国道事務所では、今月末までに河川や海岸などにある33カ所の施設で点検を行う予定です。今朝、酒を飲み車を運転したとして金沢市の消防署員が現行犯逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、金沢市枠並の公務員、元尾哲也容疑者55歳です。元尾容疑者は今日午前7時ごろ、金沢市上谷地町で酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。消防によりますと、元尾容疑者は金沢市消防局駅西消防署森本出張所に勤務する消防士長で、今朝は出勤のために自家用車を運転していたということです。調べに対し元尾容疑者は、飲酒運転したことに間違いありませんと容疑を認めているということです。この後はお天気です。明日の県内は日中は概ね晴れるでしょう。明後日以降は曇りや雨の日が続きそうです。明日の日差しを有効にお使いください。ここからはこの先の天気予報を見ていきます。まずは注意報です。この時間、加賀地方に乾燥注意報が発表されています。
火の取り扱いには十分ご注意ください。明日朝9時の予想天気図です。大陸から本州の南を通り、日本の遥か東にかけて梅雨前線が停滞し、四国付近の前線上を低気圧が進む見込みです。また北海道付近を別の低気圧が通過するでしょう。一方、本州付近は緩やかに高気圧に覆われる見込みです。全国の明日の天気です。北海道は雲が広がりやすく、午後は雨の降るところがありそうです。東北は晴れ間もありますが、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。北陸は日中はだいたい晴れる見込みです。関東から近畿にかけては雲が多く、雨の降る時間があるでしょう。四国や九州は雨で、朝のうちは雷を伴い非常に激しく降るところがありそうです。梅雨明けした沖縄はだいたい晴れるでしょう。県内の明日の天気です。県内は時折雲が広がることもありますが、日中はだいたい晴れるでしょう。あさって以降は曇りや雨の日が続くため、貴重な晴れ間となりそうです。明日の日差しを有効にお使いください。明日の能登は晴れ時々曇りで、天気の崩れはなさそうです。輪島の最低気温は19度の予想、最高気温は29度と今日と同じくらいでしょう。室内ではエアコンを適切に使用するなど、熱中症対策をしてください。加賀も時折雲が広がりますが、日中はおおむね晴れるでしょう。金沢の最低気温は22度の予想、最高気温は30度と今日に続いて真夏日の見込みです。こまめな水分補給を心がけてください。県内の週間予報です。あさって土曜日から火曜日にかけては雨が降るでしょう。水曜日もすっきりしない空模様となりそうです。北陸地方は日曜日頃には梅雨入りの発表があるかもしれません。最高気温は日曜日までは平年よりやや高く、月曜日以降は平年並みとなる見込みです。全国の週間予報です。この先は全国的に曇りや雨の天気が続くでしょう。ここまでお天気でした。特集です。能登半島地震の被災地では、仮設住宅への入居が少しずつ進む一方、老人ホームなどの福祉施設が再開されず、介護が必要な人の受け皿が不足しています。震災から間もなく半年、復旧が進まない現状を取材しました。午後3時になると聞こえてくる楽しそうな音楽。市立輪島病院で4月に開設された介護医療院では、介護認定を受けながらも入院治療の必要がない人たちが生活しています。今までは全くなかったです。はい、治療してる患者さんばかりなので、賑やかな音楽を鳴らしたりってことはなかったです。避難所においでる方で介護が必要な方はなかなか今受け皿がないんですよね。そこでもうここでいち早く取り組んだところです。輪島市では特別養護老人ホームをはじめ、高齢者を受け入れる施設の多くが再開できていません。地震の発生直後、診察や入院を制限していた輪島病院では、手の空いた看護師や介護士が施設での業務を担ってきました。二次避難した先でですね、体の状態が悪くなって戻ってきても介護サービスを受けるところがない、入れる施設がないっていう方々がほぼ輪島病院の介護医療院の申し込みされている状況です。地震から半年、輪島病院では現在外来患者が6割ほどまで回復。今後病院の機能を取り戻す上で、介護医療院を長く続けることはできないといいます。やはり市民からすると、
これは非常に使い勝手のいい事業所として存在しているとは思いますが、これが民業を圧迫するという事態になるとまたちょっと話が変わってくるなというふうな状況を思ってます。将来的にはですね、病院の機能をしっかりと発揮するためには現時点では介護医療院をやってますけれども、本当は病床に戻していきたいという思いが強いです。再開時期を模索している輪島市の特別養護老人ホーム輪島荘。直せないところもあったんですか。例えばこう閉めるでしょ、これだけ固まってるんですよ。施設に続く道路が崩れ、停電や断水が続いたことから、利用者全員を他の施設に避難させています。輪島荘においては6月めどにして再開をしますと震災直後からもうお話をしましたので、職員さんは8割以上残ってもらっているのが現状です。当初予定していた6月になっても施設は再開できていません。猪谷理事長は背景に補助金の申請手続きの煩雑さがあると話します。補助金をもらいますので見に来るんですけど、それが見てからじゃないと査定ができないというので、事前の着手の写真を照らし合わせてここまで見れる見れないということを現地で公表しますと、先にやってほしいっていう話をしたんですけどね、修理に必要な補助金の査定には国の担当者の調査が必要です。調査結果が出るまでは補助金の対象となる修理の範囲が分からず、修復は限定的になります。今例えばここがひび割れしてましたら、全部が張り替えすることはできないんですわ。この部分しか変えてダメですよっていう決まりがあるんですわ。災害からの復旧工事は原状復帰が原則、補助金の範囲内で収めるため、あちこちの壁紙が継ぎはぎだらけになっていました。ゆみちゃんいらっしゃい。久しぶりに職員が集まった日、職員が懸念するのは施設の再開の遅れだけではなく町の復興の遅れです。震災で再開が遅れている輪島市の特別養護老人ホーム、今月5日再開に向けた話し合いが行われました。しおちゃん、仮設入れたの？いや、入ってないです。あ、まだなの？社宅入ってます。そっか。多くの職員がインフラの復旧を待って避難先から輪島に戻ってきました。この日報告されたのは市外に二次避難している利用者家族の声です。本当は輪島に連れて行けばいいんやろうけども、考えとるっていう方、お二方ほど聞いたんです。あ、この中。今問い合わせがすごいね、実は。いろんなところから。で、これから仮設住宅に入ってくるでしょ。そこからまた認知症の人が増えてくるね。そうですね、場所変わりますね。そうね。生活基盤しっかりしてらっしゃる方は戻したいっておっしゃったんです。でもやっぱお仕事がなくなったりとか、ご自宅が倒壊された方とかは迷ってるっておっしゃってました。どうしたらいいやろうって。皆さんやっぱ働きたくても働ける職場がないわけじゃないですか。利用者本人だけではなく、家族の住む場所や職場など生活の基盤が整っていない現状への不安。施設では予定より2ヶ月遅れの8月の再開を目指すことになりましたが、職員が懸念するのは町の復興の遅れです。
捨てられた感がすごいあるから、うん、そのやっぱりこう福祉もそうですけど、うん、まずはもう道路ですよね。市役所さんの意見もこうして聞いとったら、あの人らもなんかいっぱいいっぱいなっとれてでも、うん、分かれんでも分かるし、大変なんでしょうね。もう国主導にやったら、うん、一番手っ取り早かったと思う。輪島に戻っても仕事があるって、住むとこがある、まずそれが財前前提だと思ってるんですわ、うんうん、ここで働く人ももちろんですし、元の輪島に戻ってもらいたいって部分もありますし、うん、ここで生活したいって思えるような輪島市でいてほしいって部分もあります。この日猪谷さんが訪ねたのは特別養護老人ホームなどの複合福祉を担う施設です。よかったな、でも再開再開。いやでもまだ分かんないです全然、だってまだ見積もり来てない。町の福祉を成立させるには業界全体の回復が必要と考える猪谷さん、同業の施設を回り自らの経験を紹介しながら相談に乗っています。5000万かかって2650万おります。で半分出さない、もうないもんね、もうダメやし。で職員は大丈夫？職員は8割7割から8割、見積もりが出ればある程度ほらこのぐらいから再開できるよっていう職員に伝えられるんだけど、今まだ全然それないから。そうですね、現場からは補助金の申請や人材の確保など行政からの支援を求める声が上がります。いろんな情報も入れてくれますし、もう本当に頑張ってらっしゃるなと思いますし、本当はそういう情報は行政さんからいただきたいですわ。本当に早く再開して落ち着きたいですね、はい、うちらみたいな施設から移設されたわけですよね。その方をまず輪島に戻ってこれるような状況をみんなでちょっと作ってあげようって、うん、町の福祉の復旧を目指して行政と福祉関係者が連携した取り組みが求められています。介護が必要な人たちが過ごしやすい環境を整えるためにはまだまだ課題が残っています。福祉施設で働く職員たちは仮設住宅や二次避難など地震で生活環境が変わった影響で今後介護認定を受ける人が増えるのではないかと懸念していると話しています。福祉施設だけが復旧するのではなく住民の生活基盤の確保を同時並行で進めていかないと被災地での生活再建につながらないのではないかと感じました。今日の特集でした。国連の防災機関のトップカマル・キショウ機関長が今日能登半島地震の被災地を視察しました。気象氏は復興に向けた取り組みは素晴らしく、国連としても共有していきたいと語りました。国連防災機関長兼国連事務総長特別代表のカマル・キショウ氏は今日、輪島市や珠洲市などを視察しました。このうち大規模な火災が発生した輪島市の朝市通り周辺では、今月から始まった自治体が所有者に代わって建物の解体撤去を行う公費解体の様子を確認しました。また白米千枚田近くの国道249号では隆起して広がった海岸に整備された仮の道路の通行状況などを視察しました。 So restoring everything in its fullest form and making it better, not just physically, but also in other terms, which may not be visible, but it is as important for people's well-being. 気象氏はさらに耐震基準の違いによって被害に差が出ていることから、震災のたびに制度の改善を図ってきた日本の対応を高く評価し、世界に広めるべきだと訴えました。さて、TBS 系列朝の情報番組ザタイム、明日は白山市鶴木地区から生中継です。竹串に刺した魚介類を甘辛のタレと絡めて焼き上げる郷土料理色漬け、
白山市道宝寺町の老舗鮮魚店山力では50年前の創業当時から変わらない秘伝のタレで色付けを提供しています。ご飯が止まらなくなるやみつきの味を生中継でお届け。明日午前7時45分ごろから谷川アナウンサーがお伝えします。皆さんぜひご覧ください。また曇り眼鏡出るんですかね。楽しみですね。はい、ということで今日はここまでです。あった、また明日です。失礼します。